バグったクッパと戦え。さあ、なんかバグったクッパと戦えという、あ、プロペラもらえるんだ、やった。さあ、どうバグっているのか。でかすぎ。あ、戦わなくてもクリアできるんだ。いや、でもせっかくだからこれ戦おうか。じゃあこのボム兵をもらってなんとかすれば、これをね何回も繰り返していけば多分いずれ倒せるとは思う。で、振り向く瞬間だけチラッと顔が見えてますね。でかすぎるな。もうでかすぎてクッパが見えてないもんね、もう全く。というわけでこれを頑張って、いずれ自分が乗ったらどうなるんだろうね。完全に埋もれちゃうんかな、やっぱキノピオは。オッケー、倒したらこんなちっちゃくなるんだ。で、自分がどこにいるんですかっていう話ですね。何なんだろうね。なんかこのバグでもありますよね、なんかクッパクラウンがでっかくなるっていうね。もうキノピオはどこにいるんだ状態ではありますけれども、はい。というわけでゴールさせて、あ、ゴールしたら消えるんだ。はい、どうもこんにちは、とのまるでございます。というわけで本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。というわけでこちらコメントでコースリクエストをいただきました。1アップキノコを全部取れ、1アップキノコを10個全部取るだけなのに 0.65%。 さあ、というわけで1アップキノコを全部取るだけなんだけど、クリア率が 0.6%。 そう、右に思いっきり走っていくだけでは1アップキノコ取れないから、今ぐらいのブレーキをしていかないと。しかも時間これでも間に合ってないんだ。あれじゃ、なんかやり方違うんかな。ジャンプする？ジャンプ。ジャンプでは取れないか。やっぱりブレーキをかけるしかなさそうな感じするけど、でもブレーキなんかかけてる時間なくないか。今ノンストップで来て、まあ、時間ちょうどぐらいだよね。下押す？あー、しゃがむのありだわ。あ、しゃがみだ、しゃがみ。あ、これいいわ。手前でちょっと一瞬しゃがむ？これでいけるんじゃないか。これで時間的に間に合ってねえな。いや、でもブレーキかけるよりは、しゃがみの方がだいぶ可能性感じましたよっていう気はしますけど、これ今あんまり減速ないんじゃない？これ悪くないと思うけど、どうですか？なるほど。まあでもこれを完璧にやるだけよね、あとは。まあベストタイムも 9.96 なんで、もうあとはもうこれも回数試す以外ないとは思うんですけど、あれだな、コントローラーのボタン配置変えようかな。うわ、惜しい。そう、ボタン配置変えてさ、 B ボタンを下ボタンとかにして、 B ボタンをちょんちょんって連打していけばいけるみたいな、ボタン配置を変えた方がいいかもしんない。 OK、 やったらいけました。というわけで交際でありがとうございました。本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。あの、そのまんまのボタン配置で一応クリアすることができました。刹那のドキドキスピードラン、とっさの判断が大事、ギリギリだから気をつけて。クリア率が480分の0。さあ、なかなかにクリア者が出てない感じ。ワールドスキンのスピードラン通過えてる。まあ、ここちょっとむずいよね。こんぐらいの弱めのジャンプ、あ、ここダメだ、これ行き過ぎたら。なるほど、これダメージ食らっちゃダメなんだろうなっていう感じがしますね。下下上からの、なんか難しそうだね。確かにここまでクリア者が出てないのもよくわかりますね。まあでもここさ、ダメージ食らっちゃいけないだとしたら、ちょっときつすぎん、ここでこうやっていくの。あ、まあ時間のロスがどのぐらい許されるのかにもよりますけれども、オッケーオッケー。ここはピ、飛びすぎたらそこに突っかえてしまう作り。いや、タイムロスがちょっとも許されないとかだったらちょっとやばすぎるけどねっていう。いや、ダメージ食らってきてよかったっぽいな。そこでもう一回でっかくなるもんね。ちょっと待って、だとしたらよくわかんないな。ここはじゃあもう食らいながらこういっちゃって、逆にもちっちゃくなるぐらいでもいけるんじゃないか説がありますが、とりあえず弱めの P ジャンプをして、あえてちっちゃくなっていった方が、いや、ちっちゃくはならない方がいいのか。でか状態でここで一発食らう、でっかくなる、で、こういく、で、もう一発ダメージ食らいながら、鍵揃って、OK、残り15秒でここに来る。これが正しい進み方ですね。上、上、ちょっとつっかえすぎか、つっかえすぎなのか。これちょっとね、バネに乗れてね、ちょっとバネに乗れてないんだけど。で、トゲメット、これ壊したらダメだったね。壊したことによって積んどるね。これでも突っかえずに上投げしていくん、ちょっときついですけどね。まあまあまあ、一回ちょっと突っかえつつで、ここから多分届くと思う。ここがちょっと助走をつけながらこうで、まあ多分被る必要はそんなにないとは思うんですけれども、ドア入って、ああ、ゴールなんだ、やった。ピンクコインを求めて、ムササビ編滑空、クリア率147分の0。さあ、ムササビでピンクコインは、何ですか？とりあえず右に逃げようか。P は踏んでいいのか何なのかわかんないな。とりあえずブンブンがゴール条件だから、ブンブンをどっかで見つけたいところでもあるんだけど、ここからこう入れる。これがじゃあムササビで OK。 じゃあここから滑空していって、ピンクコインを集める。ちょっと待ってください、これとんでもないカオスなコースが来てしまったんじゃないか。なんだその1アップは。まあ、とりあえずこのスター状態で、まあ、斜めからムササビ取れば
いいんかなっていう。で、滑空をしていきましょう。で、ファイヤーとか取ったら多分アウトっていう話だよね。一回着地しましょうか。オッケー。ほわっとしながらこう登っていく。で、ブンブンがいますね、そこにね。倒すか、とりあえず。とりあえず倒してみるか。で、ちょっとジュゲムの雲とかさ、奪えたら強かったんだけど、まあ、うわー、ちょっと待って、そこでダメージ食らうともう無理か。絶望か、こうなっちゃうと。いや、わからんな。ジュゲムの雲をワンチャン一発奪っちゃったら、なんかできることあるんじゃねえのっていう気もしつつ、ただコースタイトルがそもそもピンクコイン集めっていうコースだから、ピンクコインを5枚集めないと多分クリアできないとは思うんですよ。あー、なるほどね。いや、ここはまだワンチャンいけるか。このキラーを足場にすれば上は抜け、あー、ムササビが今あったのに、あったのに1個、惜しいな。もったいないことしたな。とりあえずこっち行く。いや、ワンチャン別にチビ状態でもゴールなんとかいけるんじゃないか説もありますけどね。こっちからこう行きまして、これファイヤーバーここまで来てるね。オッケーオッケー。早めにジュゲムを踏んじゃって、ブンブンも踏んじゃって、これでブンブンを倒せたらだいぶいい状況だよねっていう。厄介だな、ブンブン。めっちゃ厄介だけど、なんとかなるでしょうと。オッケーさ、これでブンブンを倒して条件を突破しつつ、ジュゲムは関係ないか。ジュゲムはまでもいなくなったからだいぶ進みやすくもなっている。そしてこちらムササビ状態をキープしたままここまで来れている。このドア何なんだろうねっていう感じはちょっとしますけれども、まあ一回キラー厄介そうなんで倒しておきましょうか。さあ、こっからが多分ピンクコインを集めながら進んでいくという話で、まあムササビだからある程度の融通は効く。まあウェンディは関係ないでしょう。ピンクコインこれで2枚目となるでしょう。一回踏んでもう一回滑空できるようにして、こう、わからんな。でももうこうなってくるとわからんな。一回上で倒しとこうか。あ、でも時間がもう25秒しかない。ちょっと待って、ピンクコインがあと3枚もあんの？あと3枚なんてどっかあった？ここまでの道中に。ここに1枚ある。下の方に1個あるんだね。で、あと1個が？あと1個どこだよ？あと1個は。おっと、こんなところにあるではないか。これじゃあオンオフを一回切り替えないときついな。オッケーオッケー。一旦ブンブン倒しますでしょうが、と。で、下にまず潜っていって、これ、切り替えてから大変すぎる大変すぎる。で、こっちに行けばよろしいのか。あのドアがあれか。なんか一箇所あったな、あの使ってないドア。あそこに繋がってるっていう話だと思うから、まあ別にわざわざあのドア経由する必要はないと思う。で、下にあったよね、ピンクコインが1個。これ取るもなかなかきついですよ、これ。うわっと、危ないな。キラーやだな、キラーやだね、キラーやだね。キラーにやられなくてよかったですけれども、ここはファイヤーバーはあんまり気にしなくてよい。今ピンクコイン3枚で、あとがどこにあったっけ。ここに1個まずあるのと、あと1個どこだ、下の方だったっけ。なんかあったよね、この辺に。オッケーオッケー。とりあえず足場にさえ乗っかっちゃえばオッケーで、いや、ワンチャンある、ワンチャンある、ワンチャン。おっとおっとと、ちょっと待って、ダメージ食らうのは想定外が過ぎるんだけど、いや、ギリギリいけんことないとは思うんだけど、ちょっと待って、厄介が過ぎる、厄介が過ぎる。で、ちょっと待って、ここに入らないと、ここに入って、いや、1秒しかねえぞ、これ。どうなってる、ほんで。右からじゃないといけないんだ。そうなんだ。オッケー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 。ムササビ状態でここ来るのはさすがに勝ち確じゃないですかっていう気が。いや、オッケー、いける。いけましたよ。オッケー、すごいコースだったわ。